皆さんこんにちは。今回の動画はこの円柱の箱、これをですね、プレイチケットを使って一発でタダで取るという動画を紹介していきたいと思います。このタイプってトレバでは今もですね、たくさんある、流行系のタイプの台になるんですけども、比較的簡単に取ることができますし、最後、獲得の方法を知っていればですね、誰でも簡単に、獲得することができる台になるんですけども、この台を、プレイチケットでしかも1枚だけ使って、取っていくという動画をまとめて紹介していきたいなと思っております。で、自分の動画でもですね、このタイプの台の獲得の方法とか、初期値から何手で取れるのかというところを実際に検証した動画とかですね、アップしてますので、もしよければそちらも合わせてご覧いただければと思います。概要欄にリンク貼っておきます。はい。で、今回まず狙うのはこのマレフィセントドラゴンのぬいぐるみですね。結構限定の、取れば限定の、景品とかでもこのタイプの台って多く見られると思うんですけども、今予約待ち1番という状態です。で、前の方がですね、この手前、景品の手前側をこう掴むようなやり方されてますけども、これが非常に有効な技で、今もう、景品の手前がこうバーの上に乗っかった状態になったので、もうこれあと1手2手で取れるかなっていう状態だと思います。で、もちろんここから今プレイされている方が最後まで取るケースっていうのは、そのケースの方が全然多いんですけども、この状態でやめる方とかも結構いるので、というのも多分この台ってプレイチケットを使って獲得しようってしている人が多いと思うので、自分もそうなんですけども、あまり課金してまで狙わない方が多いのかなっていう気がしてます。なので、自分もこういう状態までプレイしてやめることもあるんですけど、他の方もこの状態でやめること全然あるので、ハイエナ狙いの、プレイチケットを使ってプレイされている方にはおすすめの台になるかなと思います。はい。で、これ状態も、この状態で、自分に今チャンス回ってきたので、早速プレイしていきたいと思います。で、今この景品ですね、手前側がもう浮いてるような状態なので、景品の奥の部分ですね、ここを掴んで獲得していきたいなと思います。この辺りですね。で、うまく掴めば獲得することができるかなと思いますか。はい。ということで、こんな感じで、プレイチケット1枚だけ使ってですね、一発で、取ることができました。マレフィセントドラゴンのぬいぐるみなので、結構、取ればではいい部類のですね、景品だと思うんですけども、こんな感じで簡単に取ることができますので、こういった動画をですね、まとめてこれからどんどん紹介していきたいなと思います。はい。で、二つ目なんですけども、こちらですね。さっきと同じような状態ではあるんですけども、もう景品がかなりバーの近くまで来ていて、予約待ち一番なので、この前の方がプレイされているのを待っているような状態です。はい。で、もうこの位置までこの景品転がってくればですね、あと2、3手でうまくいけば取れるかなっていう状態だと思います。で、解説動画でもお話ししたんですけども、この景品の手前側をですね、掴むやり方っていうのが、一つのポイントになりますので、まずそれをやってみようかなと思ってます。一発撮り狙ってるわけではなくて、景品を一回ずらすような、形でチャレンジしようと思います。ちょっとご覧ください。ここですね。はい。ということで、なんと取ることできたんですよね。これ、あんまりですね、偶然って思われる方もいらっしゃると思いますけども、結構取ればの、このタイプの台ではよくある取り方でして、この景品の手前側を掴んで、こう持ち上げることができるケースってあるんですよね。うまく、こう、円の縁のところにアームが引っかかって獲得することができるので、これで、一発で獲得することができました。で、最後の3つ目の景品はですね、ちょっとこれ今、アームバグが起きてるの分かりますかね。アームがこう下に下がったままの状態になっていると思います。で、この状態で運よくですね、自分に順番が回ってきたので、早速プレイします。で、ポイントはですね、この景品を、直接押すわけではなくて、あえてこれですね、景品の右側の奥の部分を狙ってプレイしてます。というのもちょっとご覧いただきたいんですけど、これ戻るときですね、初期値にこの後戻るんですけども、はい、こんな感じでですね、こう斜めに戻っていきますので、その戻るところを利用して、
獲得するというやり方をちょっと紹介最後にさせていただきました。これはかなりレアケースなので、まあ、こんな感じでアームバグが起きてこのタイプの台で順番回ってくることってまあないんですけども、最後おまけという形で紹介させていただきました。ということで今回は3つの景品ですね、同じタイプの台にはなるんですけども、プレイチケットを使って1枚でしかも獲得するという動画を紹介させていただいております。で、獲得プレイをちょっとリプレイという形でご覧いただきたいと思います。まあ、1つ目はですねこんな感じで、景品が手前に、持ち上がっているような状態で回ってきまして、景品の奥を掴んで落とすという、まあ、ベーシックなやり方をまず1つ目で獲得させていただきました。で、2つ目ですね、今度はこの景品の手前側をこう持ち上げる、掴むやり方ですね。で、これポイントは、これ掴んだ時にこう縁のところにアームが引っかかるとですね、こんな感じで持ち上がって、一気に獲得することができる技になります。あんまり偶然ではなくて、結構狙ってプレイすることもあります。で、3つ目はちょっとおまけになりますけども、まあ、アームバグを利用して獲得するというやり方ですね。これ結構アーム下がっている状態なので、こう景品のところを直接狙われる方って多いと思うんですけど、それだとこう奥に景品が動くだけになっちゃうので、ちょっとあえてですね全然違う右奥のところを狙って戻る時の、アーム移動を利用して獲得するというところを紹介させていただきました。はい、ということで今回の動画のまとめになります。で、まあ、流行のこの円柱の箱の台はですね、本当にプレイチケットを使って一発撮りすることも可能な台だと思っています。まあ、今回3つ紹介させていただきましたけども、まあ、あと一手の状態で回ってくることが結構多くあります。で、多分プレイチケットを使ってプレイされている方が多いっていうのも理由だと思うんですけども、まあ、最後ですね、あと 1,2 手で取れるような状態でも全然回ってきますし、あと放置台ですね、さっきみたいに、まあ、あと 1,2 手で取れるような状態で放置されているケースも全然ありますので、ぜひぜひこの台、特にプレイチケットを使ってプレイされる方はどんどんプレイされるといいかなと思います。しかも限定の商品景品もですねたくさんありますので狙い目かなと思います。ハイエナ狙いの方は今一番熱い台が、このタイプの、台になるのかなと思っておりますので、ぜひぜひ参考にしていただき、ご自身でも、チャレンジしていただければと思います。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。今後もですねこういった、一発撮りできる動画どんどん紹介していきたいと思いますので、もしよければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。